こんにちは。こんにちは。直樹マンって知ってる？直樹マン？ユーチューバー。有名なんですか？こんにちは。はい、皆さんこんにちは。顎がちょっと長い人なんだけど、はい、まあ、ちょっと新しい企画でな、ちょっと試みてみようと思うのが、はい、都市伝説系。都市伝説。うん。まあ、野球にまつわるね、都市伝説系。いろいろ七不思議系があるんですね。あるあるある。なんでやみたいな。あ、じゃあこれを一つずつ、うん、これは本当なのか、うん、どうなのか、あとこれは放送していいのかどうかっていうのも、ユダクさんじゃ判断して。そう、これお前こすられるかもわからないけど、どっちか、まあ、それを覚悟でね。まあそうですね、うん、ここでちょっと信用と。そうそう、まあ過去にあった事件を、はい、まあちょっと掘り起こしてみたいと思う。じゃあまず最初、はい、1都市伝説目、はい、阪神タイガース、はい、カーネル・サンダースの呪い。どんな概要かと言いますと、1985年に阪神タイガースが念願の優勝を果たしました。これに湧き上がったのが地元大阪の熱狂的なファンたち。次々に嬉しさ余って道頓堀にダイブをし始めました。で、他のファンもそれを見るや否や次々に飛び込み始め、なんとその被害を被ったのは人だけではありませんでした。カーネル・サンダースがなんとなくバースに似ているということから、もう似てねえだろ。似てないんです。もう嬉しいから、嬉しいからもう、ね、似てる、かぶっちゃうんだよね。そう、バースだ、バースだってなってしまい、はい、なぜかこのカーネル人形を強奪、胴上げをして道頓堀に投げ込んでしまいました。で、この一連の騒ぎがカーネル人形のなんと怒りを買ってしまうことになりました。その翌年、昨年の優勝は嘘のように阪神タイガースは大スランプに見舞われます。しかもその年だけではなく、翌年も翌々年も優勝するどころか全然勝てない。これでカーネルの呪いと言われるようになり、今や全国的な都市伝説となっています。ちなみにこの被害に遭ったカーネル人形は道頓堀川の底に沈んでから24年後、ヘドロまみれとなりながら発見され、引き上げられました。ケンタッキーフライドチキンに返そうとしたところ、もう新しい人形があるのでいりませんと断られた。いるかそんなもんって断られた。まあ、今そのカーネルはどこに行ったのか分かりませんが、そのカーネル欲しいな。道頓堀から引き上げられた、引き上げられた。でも人形って意外に魂こもるとか、あ、髪伸びるとかね、髪伸びるとか、キキちゃん人形とか、やっぱあるじゃない。そうなんですよ。あのね、バス似てねえわ。まず似てない。似てない。そう、勢い余ったってことだよ。それただ外国人枠ですよね。あ、楽しいね、阪神ファンって。胴上げしながら道頓堀に投げたんだろ。そう、だあんなところにバスがいるみたいな感じでカーネルを。あ、やれやれみたいな感じで。ボーンっていったまま。それから勝てない。勝てない。うん、悪いことしたら勝てないってこと。まあ、そういうことですよね。ファンと選手は、もう一心同体ですから。まあそうだな、はい、ただの外人枠だよな、本当に。いや本当ですよ、ただの外国人枠っていうことでカーネルがバースになってね、うん、しまったということで。でもバースもあれじゃないの、それから1年ぐらいいたけど、はい、お子さんが少し病気になって、はい、日本とアメリカを行き来したりとかして、はい、いやちょっと子供が心配なんでも帰るという、そういう話もあったよね。じゃあやっぱりカーネルのこれ呪いというのは本当かもしれない。これはちゃんとあの供養して、いやじゃあ本当に供養した方がいい、ね、うん、あのどこかにやっぱりきちんと埋葬するなりした方がいいですね。いや別に死んでるわけじゃないからね。あ、そうですね、そもそも人形そもそも人形だから。あ、そもそも人形、まあでも供養はした方がいいかもわからない。いや本当お祓いをね。そうです、うん、こうお祓いすれば、もしかすると来シーズンから一気にね勝てるかも。そうですよ、今年3位になったしな、いいチャンスかも。そうですよ、ね、ここでお笑いしたら、うん、あのぜひね、ファンの方カーネル のぜひあの弔いを、ね、していただきたいなと、ね、ぜひお願いします。続いての都市伝説です、はい、ジャンパイア都市伝説、はい、読売ジャイアンツに有利な判定を行うプロ野球審判員が存在するというにわかな都市伝説があります、はい、アンチ巨人を中心に巨人利益の判定が多いと声があるということで、実は移籍経験者の広沢克己さん、はい、ま、思ったほど巨人に有利ではなかったとコメントしている、うん、ということは、やはりその球界の中でもそういう噂はあった、うん、思ったほどっていうことは少しはあるぞという裏返しだよな。お前うまいね、読み方都市伝説系そういうお仕事もね、抜群だね。そういうお仕事もね、これから取っていきたいな。いや、うん、だから広沢は、はい、
思ったほどっていうのは、はい、思って入ってきてるんだよ ね、 そうですね、巨人に、でも思ったほどないということは、はい、少しはあるという裏返しじゃない、もう完全にその証明がね、広沢さんのこの証言によりも明らかになってしまったね、絡みになった、ね、そうですよ、多分広沢さんは多分そんなことはないよというつもりで言ったところが、うん、思ったほどという言葉を使ったあまりに明るみに出てしまったさらにですよ、現監督の原辰徳さん、はい、昔は巨人に有利な判定が多かったが、それは巨人が強いという先入観によるもので、逆に最近不利な判定が多いのは弱いという先入観によるものではないかと発言するなど、現場レベルでも意見が分かれている。混乱していますね、現場はかなりね、これはお前最高だね、はい、俺聞いてるだけでいいわ、お前、いやだけど、はい、俺ら戦ってきてるじゃん、ね、いいじゃないよ、これ都市伝説の番組ですから、ジャイアンツの選手は見逃しの三振がないんだ。これはもうみんなが言ってた。どういうことですかね。で、俺らは、はい、あっと思ったら臭いとこでもストライク取られる。はい。そういうのは俺は確かに感じた。現場レベルでもあったと。現場レベルでもあった。豊さんも経験した。いや、俺は感じてた。目は隠さなくていいですか、声も変えなくて。僕もね、一緒に戦いましたけど、感じたことがありました。ありました。はい。いや本当に、はい、それはね、あのジャンパイアっていうのはなんか俺はあるような気がする。これは東京ドームだけではなく、ああ違う各今は今はセパも入り乱れて、はい、あのなんていうのこう配置されるけど、はい、昔はセリーグ審判パリーグ審判って分かれてたから、あだからセリーグはセリーグパリーグはパリーグだったから、はいはい、あの本当に、ね、おいこの人だよみたいな、今日ジャイアンツ有利だぞとかあったんですよ、ね、だ審判の中でも、いや俺はジャイアンツファンだからっていう人もいたから、もう自ら公言される、そうもうそういうの聞いたことあるしですかね、うん、で俺ずっと見逃しの三振したことしてなかった、ずっと三振しなかった、はい、で明らかに俺も今でも覚えてるけど、そのボール巨人戦、うん、バーン来て、はい、あボールだと思ったらストライクって、うん、ちょっと待ってくれと、うん、俺今まで見逃しの三振、はい、シーズン始まってここまでないんだと、あなたが一発目だと、はい、今の明らかにボールだと、なんでボールなんだって言ったその場で、うん、はい、そしたら、うん、ストライクだと、それは当然だよね、でもそれがやっぱジャイアンツ戦なんだよ、それは当然、やはり、いやそうなんだ、対戦相手も当然だと認めているということですね、うん、これはジャンパイアはこれはもう確実にあったと、まあ、確実だよな、まあ、多少あったよね絶対に、これがね何周年かの時にね、うん、そういう風なことが広がったんだ、ジャイアンツ何周年、はい、だからここでジャイアンツは絶対勝たなきゃいけないって言った時に、うん、ジャンパイアっていうのが広がったんだ、うん、これはね明らかに俺は肌感で感じてるから、そうですね、うん、実際にね体験された方の生き証言が今出てきましたので、ね、生き証言、これはもう都市伝説ではないということですね、そうね、現場レベルの、はい、はい、裏金問題、これは逆指名があった時の話ということで、うん、まあ、この裏金問題、逆指名で、あ、もうピンときた方も、これはいらっしゃるのかな、うん。これも都市伝説というよりもさ、本当にあった話だよね。そうですね。うん、各球団が、まあ、お小遣いいや、うん、だから、逆指名をね、有望な選手にしてもらいたいじゃない。まあ、そうですね。だからもう、あ、この選手は絶対プロで活躍できると。はい。いうようなところから、とにかくお金小遣いを渡したりだとか、これで栄養費とか言って、はい、栄養費、栄養費何ですか、いやこれで食べて体を作ってくれとか、はい、まあそういう栄養費を渡したりだとか、はい、小遣いっていうのは何ですかね小遣いは親戚のおじちゃんですかね、お年に1回会う小遣いってだから結局これでだから親に負担をかけないという、親も巻き込むという、これで何か好きなものでも買いなさい、うん、だって当時、はい、逆指名の時に、はい、白紙の小切手が出てきたっていう選手がいる、好きな金額を書けって書いていいからうちに来いって、すごいですね、で都市伝説的にはその逆指名をした選手の背番号が金額じゃねえかって言われたことがある、金額じゃないか、うん、で例えばじゃあ3とかだと3億、3億、7だと7億、7億、10だと10億とか、そういうふうなことを言われた時代があったんだ、今一斉にね、うん、みんな調べてるかもしれないですね、球団当時のこの
ね、逆指名の選手、ね、そうそう入団当時は逆指名の選手。でもそのぐらい噂と背番号が一致したっていうのがあったんだよ、はい、これはすごい都市伝説ですね。いやこれは都市ではないです、都市じゃない、これはね、これはもう意外、まあ、だから背番号は都市伝説に近いかもわからないけども、はい、やっぱ裏金問題だとか、はい、そういうのが発覚して逆指名がなくなったと、はい、もうダメだと、やっぱ金がかかりすぎると、球団が負担が大きすぎると。そうですね、そら大きいよ、小切手に、はい、ね、うん、好きな金額かけて、じゃあ20億って書いたらいいですよと、いいですよっていうことでしょ結局。そうですよね、しかもプロと、うん、しかもアマチュアっていうところでの金銭とか接触とかっていうことにも、もうタンパリングだよね、もうダメですね、もう完全にあれだもんね。そうです、買収ですね、うん、買収ね、はい、だから、うん、もうそれはもう廃止になったよね。だからこの事件があってから廃止になった、うん、だからもうとにかく金がかかる。でも、はい、今の契約金を考えると、なんでまあ一律上限が1億でみたいな、はい、それは金がかかるのは分かるけど、はい、やっぱアメリカのバスケットのドラフトとか見ると、はい、ね、年俸何億って、うん、人によって違うじゃない。全く違います、ね、全然違うよね、はい、だから夢があるじゃない。確かに。だからもうなんかドラフト1位された人間なんて、はい、親と抱き合って喜んでるんじゃない。そうですよね、今までもう苦労して育てた甲斐があったみたいな、うん、日本って一律だからやっぱつまんないよね。何かこうね、こう一攫千金ではないですけど、ないけど、よし頑張って俺の評価これだったんだっていうね、はい、だから評価員みたいなのが作ってさ、はい、いやあれをドラフトに1位に取ったら、はい、いくら支払わなきゃ合わないよみたいな、うん、まあ、それは1球も投げてないからまだ分からないにしても、はい、でもソフトバンクのスチュワートが、ね、うん、7億かなんかまだプロで1球も向こうでも投げてないのに、うん、ソフトバンクがもう育成するっつって、はい、7億いくらのお金で取ったわけでしょ、はい、なんで日本人ってそういうことできないのかなと思ってさ、してもいいんじゃないかな、してもいいんじゃないかなって、うん、いやまあ、逆指名とかもうなくなってるわけだから。そうですね、うん、ちなみに高木豊さんは、はい、何かお小遣いなどもらった経験は。これはね、うん、バブルの時で、はい、社会人のチームから呼ばれたの、はい、これはプロじゃない、はい、社会人のチームから、ね、誘われてて、はい、2チームぐらい、はい、もうドラフトで気に入らなかったらうちに来てください、はい、ドラフトの同じ契約金をうちが支払うって、もうバブルの時だからさ。すごいですね。で銀座に連れて行かれて、はい、ね、つけで飲んでいいからみたいな。まだ21、2ですよね。そうだよ、銀座でつけで飲んでいい、つけでいい、はい、そういうことが言ったんですか。言った都市伝説ではなくこれは事実でした